100万馬力混合ヒーロー X、 ここに見参。行け流星陣、町の平和を取り戻すんじゃ。飛行士の小型魔獣じゃ。腕に輝く閃光キャノンで蹴散らせ。悪な魔獣バルゾメ、俺と混合ヒーロー X がいる限り、お前の隙にはさせん。ダイヤコンボアタック。避けてみせる。隙だらけだぞバルゾ、ここで決める。くらえ X フレイムソード。こうして混合ヒーロー X は魔獣バルゾを打ち倒した。正義のヒーローによって町に住む人々の平和は再び守られたのだ。タレサ、エドが揃いました。なになに、久々の依頼だって？そうよ、坊やたち。しかもやたら気前のいいお客さんのね。モリス、早速ブリーフィングをお願い。ああ、本家はネオ国際連合武装軍、通称 UNF からの依頼だ。火星植民地で行方不明となった情報行動部士官の捜索を行う。彼女が今回の捜索対象、アイラ・タニア・キルナ・チュイだ。本件におけるコードネームは A とする。おお、綺麗なお姉さんっすね。 A が UNF と最後に連絡を取ったのは火星植民地オルクス112番行動の付近ということだけ分かっている。現時点の情報から、この112番行動もしくは近辺の居住区域に潜伏している可能性が高い。今回は A の捜索と確保、そして中継ステーションへの護送までが我々の任務だ。俺たちのような民間軍事会社に依頼するってことは、ただの人探しじゃないってことだろうな。ああ、UNF からの報告によると、坑道内で散発的に銃撃戦が発生している。メカ部隊を出せるうちの出番ってわけだな。
ただの治安騒乱じゃない？火星植民地はネオ国連政府の管轄ギリギリだし、みんなのびのび過ごしてるのよね。任務に影響がなければいいんだが。民間人を巻き込む羽目になるのは勘弁してほしいな。現地民の避難情報はまだ入ってきていないな。ある程度は注意を払った方が良さそうだ。了解。ま、この程度なら楽勝っしょ。さっさと終わらせちゃおうぜ。依頼内容に比べて報酬が妙に高いな。何か裏がありそうだ。輸送機の準備はもうできてる。すぐ出発するぞ。気をつけていってらっしゃい。母艦で待ってるわ。はいはい、任せとけって。本機は間もなくケズ12番坑道の上空に到着します。砂嵐が接近中だが計画変更なしだ。作戦通り進めるぞ。ブリッジからタレサーへ 02T は降下シークエンスに移行します。目標地点に到着。ハッチオープン。 MFX-02T サンダーボルト発進どうぞ。タレサ、サンダーボルト、出る。同機は砂嵐の影響しない範囲まで退避します。報告にあったように小規模な銃撃戦が確認されている。エドガー、二手に分かれよう。了解。このクズの豪腐ども無駄に抵抗しやがって。全員承知しまいな。やめろ。こいつどこのメカだ。クソ、友軍じゃない。撃て撃て。テロリスト、重武装してるとなると厄介だな。こっちは行き止まりだぜ。お前らかかれ。そこのあんた、俺の後ろに隠れろ。ハンテナのあんちゃん、今だ。誰だかは知らんが、仲間の仇を討ってくれ。
何のためにおめえら傭兵を雇ってると思ってやがる。さっさとあいつをやっちまえ。うるせえ、てめえに刺してさえの覚えはねえ。へい、貴様の相手はこの俺だ。敵の二脚機と遭遇した。エドガー、こいつらただのテロリストじゃないぞ。こっちもだ、気をつけろ。こいつは。エドが居住区域に到着した。周囲は瓦礫の山、しかもそこら中血痕だらけだ。それもテロリストの仕業。 A の安否が心配だ。早く探し出すぞ。分かった、急ごうぜ。ハッチが開いている。中華光学センサーが再起動。
させるか。こいつ今までの連中とは違う。つまんねえ仕事だと思ってたら面白そうな奴がいるじゃねえか。だがお前にとっちゃ悪夢かもな。死ぬ準備できてっか。援護防御間に合ったな。エドガー、無駄だ。うわっ、覚悟はできてっか。ボルヘス、何を遊んでいる。とっとと捕虜を連行しろ。ちっ、わかったよ。お前いい腕してんな。だがお前らはここから出られねえ。じゃあ俺は仕事があるんで、せいぜい野犬の餌にでもなるんだな。ヒヤヒヤしたぜ。助かったよエドガーまた一個貸しが増えたな。それにしてもさっきの赤いやつマジですごかったな。ああ、旧式のメカであんな挙動をこなすとは。それにずっと外部スピーカーで喋りっぱ、スーパー系かっての。スーパー何。ああいや、なんでもないって、気にすんな。あの赤髪のパイロット、生身でメカとやり合うなんて一体何者なんだ。砲台を起動しろ。あの青いメカを何としても食い止めるんだ。
速しつつあります。まもなくヒバリで支援に向かえるはず。もう少し頑張って。目標の行動入り口を発見した。あ、ロックされている。何らかの認証が必要みたいだな。図面を確認した。付近にもう一つ大きめの行動があるようだ。そこを渡ってみろ。うろちょろしてんじゃねえぞ、おら。ここいらは俺らの島なんだよ。君の船底をピッカッカさらしやがって、連合のエリート様が。その200匹はハリボテか。気に食わねえな。この喧嘩仕様の銃器はお前と違って伊達じゃねえ。社長の暴力ってやつを教えてやるよ。
らを仕切っているのはお前か。そこのロックの解除方法を吐け。カードキーがある。渡すから見逃してくれ。いないか。しかし起動中の端末があるな。アクセスしてみろ。 A やテロリスト連中の情報が得られるかもしれん。おいおい、またパイロットスーツ着てねえの？次はタンクトップで宇宙遊泳か。データが膨大すぎるな。探すには時間がかかりそうだ。コピーして持ち帰れ。分析は戻ってからじっくりやればいい。
ところで。まだ A は見つけていないぞ。このデータが役に立てばいいんだ。